はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ始めていきましょう。プレゼントはあるし、料理は美味しいし、クリスマス最高。ワンワンの方の主様はこの姿に驚くでしょうか。ん？1190だから今引けない。次探索行くんだよな。何が起こったんだ？模擬戦ではグランバトルの手合わせをすることができます。本戦はバトルを開始した時点で挑戦回数が消費されますので、模擬戦でしっかり練習をしてから挑戦しましょう。クランコイン、ん？挑戦すると、あ、CP がたまらないと挑戦できないということか。これも同様ですね。なんでここは無理。次ダンジョン。
ス早い。いろいろもらえますね。ダンジョンコインをいただいた。死ぬ。だんだん厳しくなってきたな。次読めよりピースを手に入れる。これ代わりに誰か入れないといけないが、誰を入れるか。一人死んだ。攻略成功ですね。最終面です。これはちょっと厳しいな。まあ行ってみよう。一気に削った。これ勝てるのか。そう、どんどん強くなってくるんだよな、このヒットポイントが減るとともに。やった、一気に押し切った。レベル40になってる。気がつけば、え、何、50になってる。じゃあネロンが諸君の通り懐で温めておいてです。キャラもレベルを上げないといけないね。
なんか周回プレイに近い感じがあるよな。ああ、必ず得れるとは限らないのか。入手方法はこれをいろいろしないといけない。ランクが4に上がった。おっさんだな、ニノンも。入手方法が厳しくなってんな。つまり簡単にランクアップするのも考えどころっていうとこか。キツナストーリーをちょっとやってみよう。わらわに逆らうとは良い度胸をしておるな。いいな。わらわの力を貴様らに見せてやろう。出会いかな。魔物登場。聞いておらぬじゃと。もうね、よもやここまでわらわの力が弱まっていようと。大ピンチ。お主は何者じゃ。いや、それはよい。ともかくここにいては危険じゃぞ。あ、わらわを背負ってどうするつもりじゃ。わらわを連れて逃げるじゃと？そうか、わらわのために働くと申すか。よかろう、わらわの命運お主に託そうではないか。どうやら逃げ切れたようじゃな。ともかくお主のおかげで事なきを得た。お主名は何という。ほう、そういう名なのか。そういう名。よくやった。わらわこそ世を滑る者、イリア・オーンスタイン。こたびの働きを評価し、お主を我が眷属としてやろう。眷属ってなんだ。良い反応じゃ。これでお主はわらわの眷属じゃ。勘がたま、わらわの助けになるがよい。しかし眷属を得たはいいが、問題は何も解決しておらぬな。いや、ここまで魔力が落ちておるとは。
昔のわらわの魔力ならば魔物など指先一つで塵にできたというのに。お、なんと、返して。何をしても元の姿には戻れなかったというのに。しかし理由は分からぬが、元の姿に戻れたのならばもう怖いものはない。これならば、また子供の時間、よしよしよし、時間が限られている。そうなん？ダメじゃ、思い出せんの。ともかく、お主がわらわの姿を元に戻すための鍵である可能性は高そうじゃ。そうなると、お主の血を飲めば、元の姿に戻れるかもしれんな。なぜそうなる？お主の血を、わらわに飲ませるのじゃ。なるほど。キツナストーリー。どうしよう。あっちが町の中心だから。怪しいものじゃないよ。不審者ですね。特に一人でいるときに話しかけてくる男の人は変態だとお友達から聞いています。さてはあなた変態さんですね。話しかけないでください。先生に言いつけますよ。しつこい人ですね。近づかないでください。防犯魔石を鳴らしますよ。私のことが心配なだけですか？変態さんに心配してもらう必要はありません。どうしても話したいなら怪しい人じゃない証拠を見せてください。なんで防具を脱ぐんですか？お外で服を脱ぐなんてやっぱり変態さんです。こんな変態がいるなんて、やっぱりランドソルは怖いところです。早くお家に帰らないと。エルフの森に向かう馬車の乗り場は確かこっちから来たから。何ですか？帰り道がわからないのが悪いですか？エルフの森から出るのは久しぶりなんです。変態さんに家を教える。お断りします。だろうな。地図をくれるんですか？そうですね、地図さえあれば私一人でも帰れると思います。少しだけですが見直しました。ありがとうございます。怪しい変態不審者さん、では私は帰ります。さようなら。帰れなさそう。会うことはありませんか？
この道をまっすぐ行って。あ、敵。追っかけてたんかい。あなたはどうしてこんなところに。さあ、心配だから。どうか。こっそりついてきた。変態者。そうだったんですか。ただ二人でも倒せるかどうか。え、とにかく攻撃を。でも私の魔法では威力が足りません。あれ、でも変ですね。私に何かしたんですか。そうでした。説明より先に魔物に攻撃を。それ やりました。倒せましたよ。あなたが手伝ってくれたおかげです。変態なんて言ってすみませんでした。あなたはいい人みたいですね。私は京花と言います。京花。あなたは。ありがとうございます。助けに来てくれなかったら。いえ、待ってください。よく考えたらこっそり後をつけるなんて怪しいです。そうだな。お、第2話がある。将軍、行くです。今から新日本呪文者ギリを試すです。見ててください。お、呪文者ギリじゃないです。呪文者ギリですよ。呪文者ギリ。それとも先に忍法スコンブ地獄の完成を急ぐべきですか。うん、君たちどうしたです。小さな忍びさんたちですか。やいやい、お前たち誰に許可をもらってここで訓練してるんだ。なんと、ここは俺たちフェニックスファミリーのもんだ。フェニックスファミリー。え、強すんの？なんだ、だっせ知らねえ。将軍の意向が効かないなんて、忍法ブレイコーの使いで現れるです。将軍の力見せてください。なんだよ、子供相手に本気でやり合う気かよ。そうだぞ、
そりゃそうだ。何が起こったんだ。お菓子で釣るんか。さすが将軍、お味噌でしたです。これぞ忍法買収の術ですね。あ、アイスうまかった。じゃあ今日はこの辺で許してやるよ。じゃあな、また遊ぼうな。ニノン姉ちゃんと金持ち将軍。おさらばニニンです。闇落ちに会わないよ。気をつけて帰るです。足で見るとスノボーで可愛い子たちですね。どうしたですか将軍、ため息なんてついちゃってです。忍法開発が進まなかったからですか。そんな顔しないでください。今日の国通り合戦で町の外れを手に入れました。天下統一のための大きな一歩です。だからため息なんかつくのやめるです。ニノンがついてるです。笑う稼働には福は打ちです。お金を使っちゃったから。あ、そうだったんだ。ご飯は一品マイナスなんです。天下統一のため、それはそうですが、それとこれとは別の話です。侍ルートは耐え忍ぶことと見つけたりです。え、さらに。将軍、将軍、テヘンド、テヘンドです。最近渓谷に魔物が現れて魚商人が迷惑してるそうです。町全体が迷惑してるので、大規模な徒党を組んで向かう討伐計画が実施されるそうです。討伐隊の出発は明日の昼だそうです。その魔物を倒したらきっとお城がもらえますです。加賀百万石目指すです。私たちの天下統一もぐーんと近づいて、座りしままにクワンニノンたちです。あ、でも魔物は相当強いらしいです。いきなり行って倒せる保証もないし、とても危険です。でもみんなで行って全員で戦えばどうにかなるです。それに私最近とっておきのとっておきの必殺技を習得したです。なんだろう。いざとなったらそれを繰り出すから、将軍は屋形船に乗ったつもりで安心してください。将軍と屋形船、うん、ロマンチックです。何、元気を分けてくれ。たくさんいればいるほど効果が上がるです。ぜひ
すげえ魔法でも繰り出すのか。よっしゃ姉ちゃん、その話乗ったぜ。なんか弱々しい兵士だな。謝んのかい。この通り許してください。忍法トガクトラディショナル土下座です。おい、それのどこが忍法なんだよ。いいえ、これは昔異国から来た非力な冒険者が私の王国に伝えた忍法だと聞いたです。これをやるとどんな魔物も逃げ出すらしいです。それはどうかな。あ、おい、まさか本当に効果が。わあ、やっぱり効かないじゃねえか。見とこう。あ、これもう見てんのか。喋り方分かりにくいってよう言われるわ。ちょっと変わっとるって思わはるかもしれんけど、昔のビーストの王国が使ってた公用語だす。もう現代ではあんまり誰もこんな喋り方せんのやけど、仕方あらへんねん。うちはお姫はんやから、伝統とかいろいろ大事にせんと。なんやろ、動かれやん。色ってよう見えへんですけど、ここって馬車の中やろか。うちらどっかに運ばれてる途中って感じどす。っていうか、うちもしかして縛られてますん？緊迫プレイ。縄が体に食い込んで痛いわ。いや、アンさんも縛られてますね。
そうなんだ。やばいやん。うちらなんでこんな決対のことになっとります。アンさん分かりはる？うちの予想としてはうちが某国のお姫はんやと知った悪い人が誘拐したとかやろ。某国ってあるいはどっかの上半がうちの命を狙ってはるとかおとぎ話みたいやわ。うちこういうん憧れてて、アンさんもうちと同じように縛られてるってことはどっかの王子はんとかどす？それともお姫はんを助けに来て捕まってしもた騎士はん？かわいそうにな。うちを助けるために命がけで戦いはって、でも力及ばず囚われの身になってしもたんどせ。でもその気持ちは嬉しよす。大丈夫だせ、アーディハン。絵本やとなんやかんやあってもお姫はんと王子はんはあらゆる苦難を乗り越えて最終的に幸せに暮らせるようになるんどす。めでたしめでたし。せやからまあ家宝は寝て待てばよろしおつ。うちなんやすっごい眠たいんどす。ひと眠りさせてもらってええやろか。おやすみやす。死ぬぞ。ではって王子はん、うん、賢いわ。そうやね、その発想はなかったわ。うん、その方が手っ取り早いです。せやけどうちあんまり魔法の加減が得意とちゃうから。あどころか王子はんの全身を吹っ飛ばしてまうかも。それも申し訳ないな。え、何事もチャレンジどす。ええこと言うな、王子はん。かっこええわ。勇敢やわ。惚れてまうわ。あんた、ほんまにうちの運命の王子はんかも。運命やったら安心どす。うちと結ばれるまで王子はんは死にまへん。魔法も成功して二人で仲よう手つないで脱出できるんよ。ほんならちゃっちゃと魔法で型をつけまひょ。ミラクルマオリンクルリンパお死にか。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてます。そこのあなた、何なんです？
私の店に何か用ですか？さっきからずっと店の前に突っ立ってますよね。バイトさんだったんですね。それならそうと言ってくださいよ。すみません、怪しい人かと思っちゃって。依頼したつむぎです。来てくれてありがとうございます。体格や顔つきはちょっと頼りなさそうだけど、人手が増えるのはありがたいし、とりあえず採用で。今日はよろしくお願いしますね、バイトの岸さん。早速今からお仕事です。衣装作りに必要な染料の元になる木の実を集めに森へ行きましょう。自己紹介は森までの道中でありますね。私はカルミナというギルドに所属してます。アイドル活動のためのギルドなんですが、私はアイドルじゃありません。裏方として衣装作りやライブの運営を担当しているんです。ライブや衣装の評判も良くて、今では仕立て屋として独立できました。岸さんも今度服を仕立てたい時は店に来てください。レイ様みたいに宣伝してもらえると助かります。そうだ、レイ様についてもお話ししないといけませんね。いいですか、レイ様は私のお得意様にして恩人なんです。今日はレイ様の服作りに必要なものを一緒に集めてもらいますよ。まずはレイ様がどんな方か語る必要がありますね。そんな時、レイ様は魔物から私を助けてくれたんです。魔族でもヒューマンの私にも優しく接してくださる素晴らしく高潔な心の持ち主なんですよ。それからというもの、私はレイ様のためならたとえ火の中水の中、ファンクラブにも入って会員のみんなとレイ様について語り合って。あれ、もう着いちゃいましたか。もしかして私ずっと喋りっぱなしでした？すみませんでした。私ってつい喋りすぎちゃうみたいで、気を取り直して仕事に取り掛かりましょう。今回岸さんに集めてほしいのはこの木になってる木の実です。取り方にコツがいるんです。いいですか、こうやって茎の部分を指で挟んで優しく曲げると。はい、取れました。実や茎がとっても柔らかいから気をつけてくださいね。さあ岸さん、やってみてください。そうそう、優しく優しくって、そんなに強くしたら顔が紫色になっちゃいましたね。大丈夫かな、この人。手際が悪いというか不器用というか、まあ初めてなんですから気を取り直して再チャレンジです。上手になってきましたね。これなら私が見てなくても大丈夫かな。私はあっちの木の実を取ってくるので、ここはお任せしますね。この木の実の色は今回の衣装に絶対必要だから、なんとしてでも取らなくちゃ。なのにどうしてあんな高い位置に。くぅ、あと少しなのに。この本気を出せばこれくらい。ほう、えい、この部屋、どりゃー。いや、まあ、なんですか、いきなり。木の実の取り方、そのままヘタをねじってください。ありがとうございます。びっくりした。いきなり後ろにいるし、それにすごく近かった。ちょっと待った、男の人の顔が近くにあったくらいでドキドキしてどうするの。落ち着け、落ち着きなさい、つむぎ。お、今度はキシさん、すごいです。本物の騎士みたい。って一発でヘロヘロに。
ヘロヘロになってたけど、キジさん意外と力強かったな。さあ木の実も無事取れたことですし、町へ戻りましょう。キジさん、今日はお疲れ様でした。これ今日の報酬です。あの、よかったら少し休んでいてください。お金は渡したんだから帰ってもらえばいいのに、なんで引き止めてるんだろう。私、最初は頼りないって思ったけど優しかったし、魔物から助けてくれたし、ちゃんとお礼したいな。やあ、紬、こんにちは。あれ、はい、いらっしゃいませ。ルイ様、ようこそお越しくださいました。本日のご用件は、この前頼んだ服ができているか確認に来たんだけど、まさかここで君と会うなんて思わなかったな。え、今の名前って。最近レイ様と親しげにしてるってファンクラブで噂になった怪しい男。それにしても驚いたよ、君が紬とも知り合いだったとはね。君も服で困ったことがあれば紬に相談するといい。ちょっと、いや、そこそこ変なところもあるけど腕は確かだよ。まあ、まさか騎士さんが噂の本人。嘘だって、名前なんて今初めて聞いて。そうだった、最初に名前聞くの忘れてた。名前を聞いてたら絶対追い返してたのに。でも見るからに無害で優しそうな騎士さんがレイ様に近づいてあんなことやこんなことをするはず。もしかして私への態度も優しそうなふりで同じ手口でレイ様に取り入ったんじゃ。きっとそうだ。危なかった。ふん、私にも通用すると思ったら大間違いですよ。本当にそうなのかな。紬、どうしたの？大丈夫？はい、ごめんなさい、レイ様、何でしょう？さっきも言った通り、頼んでいた服なんだけど、出来上がったか気になって。さっき騎士さんと一緒に染料の木の実を取ってきたところです。あと数日で出来上がると思います。そうか、来週あたりに頃合いを見て出直すよ。はい、お願いします。君、紬と仲良くしてあげて。紬も。それじゃあまた。またお越しくださいませ、レイ様。騎士さんがレイ様に近寄る怪しい男だったなんて。私は、あなたのことなんか嫌いなんですから。配置変更なら私にお任せあれ。
家の形さっきより座り心地はいいです。正月はゆっくり過ごすのよね。これで超えましたね。行きましょう。プラスガチャ。素敵な仲間が増えますよ。あ、来た。お、3つも。すごい。うん。さあ何が来る。トモ。そしてまた星さん。死にか。プライズってなんだ？三等。これ3人手に入れましたね。星さんも1人がしずる。
よ。なるほど。星2だからな、この辺は。条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。ニノンが諸君の調理だから、ということでここまでですね。どんどん先へ進んでいかないといけないってことですね。次回はメインストーリーを進めていきたいと思います。ということでご期待ください。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。